はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。話の流れからして、多分新宿組と渋谷組で分かれるはずなんで、カスタマイズですね。ちょっと物語の前というか戦闘の前にカスタマイズできる場面があるので、そこでちょっと戦力を調整したいと思います。ここはね、まだ全員いて誰がどっち行くのかも分からないんで、このままにしておいて次のステージへ行きましょう。これ何のビル？やっと戻ってこれたの、カムロ町に。ここはミレニアムタワー？カムロ町で一番高いビルでしたよね。ああ、この町で何かあるとすればここだ。だが静かだな。特に怪しい感じは。いえ、キリュウさん。背筋が寒くなるような嫌な感じがあります。確かに感じるぞ。このビルを中心に渦巻く力をの。なぜかしら、魔界の木に近い感じがするわね。外側に何もないなら内側だろう。この石の塔にはどこから入れる？いや待て、何か気配がする。来るぞ。まずは BOW か。うわ、ゾンビだよ。う、まだこれだけの数の BOW を隠していたのか。ティアビス、そしてタナトス、2つのウイルスによって作られた BOW ね。このビルにシャドルーの施設があるのは間違いない。情報は正しかったな。全員で渋谷に向かってたらここどうなっちゃってたんだろう。いえ、考えただけでゾッとするね。まったくだ、閉鎖された巨大ビルを守るゾンビか。怪しすぎてむしろ清々しいぜ。じゃあここは任せるのね。私は龍騎1号に戻ってカムロ町を調査するから一通り。ああ頼む、ここだけならいいんだが。終わったら迎えに来るのね、頑張って。うん、では始めるとするか。まずはこのゾンビどもを蹴散らしてくれよ。やはりミレニアムタワーか。そうやな、そして事件の終わりも大抵ここやで、キリュウちゃん。ああ、真島の兄さん、けじめつけようぜ。あれ、今誰が消えた？誰かさーって消えてった気がするんだけど、ちょっとカスタマイズします。なるほど先生、こっちか、このメンツか、どうしようかな。なるほど先生、かなりブロック外しの要になるからな。てか少なくね、こんなもんか、半分って言っても。準備はできています。星のひらひら根性。よし、じゃあこれでいきましょう。 OK。 攻撃の要はカイト・ハセオ、ファイアーエンブレムくらいか。宝箱どれ？これは絶対違うな。これ宝箱とか、なんか2マス3マスくらいあるんだけど、これはびっくりマーク、多分いけないんだな。なんか上に誰か登場してきそうだな。っていうかさ、これどうやっていくの？いけなくね？誰か飛んでくのかな。え、何か宝箱結構いっぱいあるじゃん。ま、とりあえず舞台3つ、左と真ん中と右に分けるか。1,2,3,4,5,6,7 7か。2,2,2 で、どっかが3。デミトリーがいるところはちょっと3でいこう。敗者の楽園よ。ブロックないな。よしよしよし。今回はアクションスターゲーム。なんとかなるな。なかなか美味しかったわ。ガードを持ってなければなんとかなるな。横からだったけど。手早く。黙ってはいられない。オッケーオッケー。俺は前に進むんだ。
ブロック崩しめっちゃ当たるな。1700とか。これは岩だるま硬そう。ジェネシスで壊さないといけねえな。うまく飛び込めればいいが。バカだ、そこだ、隙を作る。すごー、マジかて。7とか。一応気絶させてくれたな、岩だるま。ここからよ。これで決めるぞ。近接戦闘へ。フィニッシュだ。ここからよ。打ち抜いてみせるぞ。近接戦闘へ。投げ散れ。なかなかいい動きだったぞ。まだまだ現役で戦っていかないと。クイックターン。ファイヤーエンブレムはちょっと、なんだこれ、壊せる。こっちに行こう。で、リュウケンはこっち、カイト、ハセオがこっち、チュンリが左に行くか。よし、これでちょっと進んでいきましょう。お邪魔虫が騒ぎよる。反対さないでそれ。弱弱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 すべての男たちは私の前にひざまずくのよ。おお爆弾の上を通過してった。神は見ています。爪は女の武器よね。結構なんとかなるな今のところ。このスリギリギリのショ反撃で倒す。思い切っていくぞ。まあね、こいつらは大丈夫でしょう。カイト、ハセオ組に、なるほど、先生つけるの結構いいかもな。これは攻撃ができない。遊び俺の手で切り開く。基本だ。そして2200とか。これやこれやっぱ金。まだおこの戦い私が。まあ、岩尾君もブロックさえなければ全然弱いからな。硬い。ワルキューレ8とか。ワルキューレってなんか属性持ちだったっけ。属性持ちだとちょっとやっぱ攻撃力が落ちるんですよね、アシストの。共に運命を切り開いていく。ま、増援はまた POW がいっぱい出てきたな。 BSA ネメシス T 型何体作られているの。ウスタナクもいるのか。やつらタワーの中から出てきたぞ。この中どうなっているのかしら。サイコドライブがあるという話も真実味が出てきましたね。マジ急いだ方がいいかもね。なりふり構ってない感じじゃないこれ。多分そうだろうよ。ここに何かあるのは間違いねえな。うえー、この声だから声じゃわからんってなるほどな。てめえらがいるってことはここが当たりだ。あら、ザベル、どこから来たの。向こうから来たっちゅうことはこいつはミレニアムタワーとは無関係なんか。俺様がどっから来たかだ。地獄からに決まってんだろうが。イエーイ。お前の言う地獄、魔界か。そうともよ、今魔界は愉快なことになってんぜ。何？どういうことだ。あっちこっちがつながっていてな、もう大パニックよ。魔界にいた間は片付けた。もうザ・ワールドとはつながらないはずだ。もうそんな狭い範囲の話じゃねえんだよな。魔界全域にわたってだ。お前が屍兵を連れているのはまさか今の魔界とイーリス聖王国がつながってるんじゃねえのか。キャハハ。ダークストーカーどもが何とかしようとしているが追いつけやしねえよ。あんたもダークストーカーでしょ。
こんなところで油売ってないで協力しなさいよ。俺様は俺様なりに魔界のことを考えてここに来てるんだがな。あなたが？信じられませんね。バレたか、はははだがよ、めちゃくちゃになった魔界から力が吸い上げられるのは本当だぜ。吸い上げ？どこへ？誰が？何のためよ。誰だかわかんねえやつがここへだ。この町に開いた穴からチュルチュルとな。カムロ町に魔界に通じる穴があるの？そうか、呪いのマンホール。劇場前にあるあれか。私たちが真島さんや桐生さんたちに会って逃げ込んだマンホール？もう随分前のような気がするな。あそこに逃げ込んでから僕たちはこんなことに。そう考えると長いの。なるほど先生。せやけど力を吸い上げ取るっちゅうのはなんや。予想はつくわ。サイコドライブね。ベガがオーマや未来の悪党どもと組んで世界を渡り歩いていた理由がこれじゃろう。魔界にあふれた力をすべて手に入れるつもりですか。その力俺様がまとめていただくぜ。待った、このミレニアムタワーは僕たちが調査する。あなたの連れている屍兵もこの場で倒します。ギムレイの呪いは広げさせません。やってみろやお嬢ちゃんよ。再び究極ハイパーザベルになるためだ。このビルもゾンビ軍団もいただくぜ。スターツ。心配しなくてもいいわネメシス。あなたはここで倒す。ああ、俺たちもけじめをつける時なんだろうな。てかどれくらい確かに時間が経ってるんだ。おー、左のやつ。結局この宝箱を取りに行かないといけないから、わしじゃな。取りに行きつつ迎撃をするか。右から一応攻めていくか。こっち後ろ取れんな。そんじゃサクサクいくよ。スタロー島とかもそうだけど、だいたいその1作品で1年くらいのスパンなんですよね、時間経過として。でその戦闘が終わって次の戦闘が始まるまでどれくらいの期間がなんか経ってるかっすよね。連戦連戦って言うけど、1日この休みがあったりなかったりするのかっていうところが、レスパーを言ったら連戦の時って本当になんか戦いが終わってすぐ次みたいな時もあるんですけど、超大変そうっすよね。みんなちゃんと睡眠取れてんのかな。龍騎1号がある時は飯と寝る場所は問題なさそうだけど、調査するよ。夕暮れ。もうみんなブロックだな。待ちに待ったチャンス。よいしょっと。今だ。突きつける。皆さんご一緒に。ほらね、頼れ。まあまだ出てくるよな。外が騒がしいと思えれば貴様らか。やはりいたわね、シャドルの総帥ベガ。分かってるんだからね、ここにサイコドライブがあるってこと。だとしたらどうする。貴様らには結局何もできん。サイコドライブがこのビルの中にある。つまり鳳凰鏡もここにあるんだな。わしのあれもじゃ。まさかこんな島国の町にとはの。ふんふん、返してやってもいいぞ。何、急におじけづいたか。今さら許してくれと言っても遅いぜ。自首するというなら弁護士くらいはつけてあげるわ。そういうことらしいで。なるほど先生。僕ですか。相手は悪の総帥ですよね。弁護士さんってこういう時どうするんだろう。もう弁護しようなくね。そんな必要はない。すべて終われば用はなくなる。法王の鏡にも貴様らにもな。すべて終わればだと。魔界から力を吸い上げている話と関係あるのか。どっから聞いた。ザベルから聞いたんだよ。呪いのマンホール、そこからこのビルに力が流れ込んでるって。ふん、ゾンビ風情が余計なことを。こりゃ面目ねえ。だがよ、人間界にこんだけのパワー集めて何する気だ。うるせえこいつは。
少し前に世界を救済するとかいうふざけた野郎がいてよ。そいつがパワーを溜め込んでたのに似てるんだよな。おい、知らんな。サイコパワーの増幅に異世界からのエネルギーを使うつもりだな。ベガ、異なる世界の力を一つの世界に集めようなどと何を考えておる。黙って見ているがいい。それができなければ死ね。そうはいかねえ。意地でもミレニアムタワーの中見せてもらう。ふん、貴様らでは近づけもせぬわ。面倒な。もう少しでチャージが完了するというところで。今のとこなんかとんでもない強敵が出てきてる感じはしないからな。宝箱な、回収のしていかないといけないっていうのがちょっと厄介だな。多分これ屋根の上でも何人か戦闘するな。パターン的、あれこれなんだっけ。あ、これもか。これちょっと竜向かせないと。こういうのがちょっとありえるからな。どうしよう、これもうあれを使おう。1,2,3,4。おーらー、1万ちょいくらい、1万5000当たるか。で、ちょくら横を取れるよね。横を取れるから XP を上げよう。まだ正面部隊が、てか敵がそもそも全然近づいてきてねえな。じゃあこれは少し左に寄りつつ、私たちだね、参りましょう。ここで迎撃するか。竜と剣が宝箱を取ってる間に遅れてしまうからな。遠距離から詰めていくぞ。もらったら集中させる。受けろ、受け取れ。よし、ターゲットロックオンだ。ずっとこんな戦い、ヒットポイント、まあ大丈夫か、このままで。攻撃をしてくるだろうけど反撃しよっかな。28,000ってことはないだろう。うわあ、あったありえたか。29,000、すげえ。マジか。まあ速攻で蘇らせられるっていうのがこのゲームのいい点ではあるけど。ちょっと疲れちゃった。でもまあゲージを使わなくて済んだっていうのが一つあるか。死んだけど完全防御すると50使いますからね。だったら死んで生き返って、その生き返りのアイテムを消耗した方が結果的にいいみたいな。どうだ、いけるかこれで。 OK。 まあ次のターンでできればこいつは倒したいけどな。まず蘇らせよう。すまん、俺の見込み違いでお前を殺してしまった。後ろ取れる、後ろ取れるね。よし、どうしようかな。獲得ゴールドとかは別にいいから、ラブロール使えばさ、クリスも後ろ取れんじゃねえ。作戦通り。1,2,3。まあ、ダメだ。こっちこっち。なんかいいアイテム。クリティカルダメージ 70% アップ。これを使おう。アイテムよ。ってことは確実にクリティカルを出していかないとちょっとまずいな。無駄になる。
せめて必殺技はクリティカル出したいな。よし、こいつブロックがない。年の方を見せてやろう。こいつなのな、あれ難しいんだよねタイミングが。これ上に飛んでいくっしょ。あ、出た。あ、全然ダメだ。うおー、無駄になる。ほい、どう、今超ギリギリじゃなかった。いいね、本当に300とか強え、やっぱり。よし、とりあえず片付いた。こんなに集まった魔力を前にしてよ。あなたにもベガにも悪用はさせません。下がりなさい。こっちは忙しいのよ。あんたの相手なんかしてる場合じゃないんだから。うるせえぞクソ猫が。この俺様を舐めやがって。見せてやるぜ。今ここでこの一体に満ちた魔力を吸ってな。なんですって。おやめなさいザベル。無理はしない方がいいんじゃない。黙りな。アルティメット究極ハイパー。お、でかくなった。ハイパー化して爆発した。あ、爆発した。ああ、言わんこっちゃない。奴のことだ。いつかは復活してくるだろうが、しばらくは静かになるというものだ。これで、ザベルと決着はついたってことかな。こんな、これも護衛の仕事だな。すげえ、5400とか。クロスブレイク、マジ強えな。あの5000がなかったら、多分倒せなかったな。取れる？お、届くね。危ない危ない。光学迷彩スーツ、なんかすげえな。いやー、でもちょっと竜剣全然レベル上がんないな。でも32はあるのか。ジェミトリー、モリガンよりはある。どうしようかな。ちょっと竜剣の方に一旦逃げて、少し敵をおびき寄せよう。頑張りましょう。こんな感じ で横を取って、ま、後ろを取る必要は、ね、ないと思うから。俺もやらせてもらう。水月好きリモン、こいつで決める。ぜい解放者うちの手ごわいな。まあ、メンバーが少ないとね、やっぱり戦闘せざるを得ないんで。うお、45000、レベルが上がっていくっていうのは、まあクロスブレイク転させる。いきなり。よし。燃やし尽くす。データドレイン。あ、クリティカルが出なかったのか。面倒なやつを残しちゃった。あれ、こっち来た。ここで。1。あ、ちょっと別の技使えばよかったな。グレネードランチャーあたりを。なかなかいい動きだったぞ。まだまだ。そろそろか。貴様らはここで遊んでるがいい。ベガ、どこへ行く。これはこの塔を取り巻く力が上昇している。あ、これで誰かここに来るな。ベガの野郎、どこに消えた。この建物の屋上に移動したようだな。奴の力わずかだが感じる。なぜそんなところに行く必要があるのでしょうか。木の力に似たものがこの建物を登っていってるように感じる。え、どういう意味。屋上に引き上げられている感じね。ベガの動きと関係ないわけがないわね。何かやらかすつもりだろう。一気にタワーに侵入して屋上へ上がる。そこで決着をつける。いつものようにな。俺も行こう。やつは倒さなければならない。当然俺もだ。俺を操ったサイコパワー、借りは返さなきゃな。落とし前っちゅうことやな。ええで、行こうやないか。俺も行く。鳳凰の鏡は俺が取り戻すんだ。ふん、若造どもが張り切りよって、保護者が必要なようじゃな。わしもあれを取り戻さねばならぬしの、下は任せたぞ、皆の衆。
わかった。全員で突入したいところだが、 BOW をこの町から出すわけにはいかない。あの顎割れの悪党ぶっ飛ばしてきなって。ああ、今回の絵を描いているベガ必ず潰してくる。本当は私が手錠をかけたいところだけど、ここは譲るわ、リュウ、ケン。ああ、行ってくる。そういうことか。ついでにさ、あの左の宝箱回収してってよ。うまくミレニアムタワーに入り込めたみたいだね。うん、見せ場は譲ってあげよう。来るがいい、間に合えばだがな。ふんふんふん、集まっているな、力が。サイコドライブは確実に作動している。奴らが来なければもう少し調整する時間があったものを。ん？こやつらは確かサイバースペースの、まだ人工の世界までしか開けぬか。もう少しだ、サイコドライブに力を蓄えられさえすれば。この感じ、少し前に魔界で。デミデミ、わかる？愛だと言ったか、あの時と同じ感じだ。この建物の頂上だな。え、まさか魔界だけじゃなく僕たちの世界にまで。ベガの悪しき力、サイコパワーでしたか。それが高まるのも感じました。もしやあいつがザ・ワールドからアイダを呼び出した。可能性はある。俺たちもミレニアムタワーに突入した方が良くないか。ですが、う、これって容器、ちょっと何か来るよ。トライエッジ、トライエッジ、お前まで。待って、ハセオ、トライエッジってもしかして。アイダが現れたところに狙ったように現れた。これは偶然か。もしやアイダを追って。そう考えるといろいろと辻褄が合うような。いや、こちらへの明確な敵意も感じる。どういうことだ。いいさ、トライエッジ、お前の本当の目的が何なのか俺は知らねえ。何かやりたきゃ俺たちを倒してから行きな。ハセオ、トライエッジ、俺はお前もアイダもどっちも許すわけにはいかねえんだ。いっぱい出てきた。あ、ゲームの国のモンスターが。人工的なデータが意思を持ち現実の世界へか。とんだ SF だな。キリュウたちの援護は一時中止よ。今彼らを信じるしかないわ。私たちは私たちの役目を果たしましょう。地上の敵を一掃します。どうして僕と同じ姿をしているかはわからないけど戦うしかないんだね。ああ、ここらでけじめをつけようぜ。同じザ・ワールドの住人としてよ。なになに、イングリッドとリョーが。ああ、そういうことね。ソロユニットが変わったってことか。まあでもいいでしょう。てか入ってねえし、そもそも。ん？なんか、あ、こっちか。風魔衆夏マイル。はい、オーケー。で、敵のターンか、そもそも。狙うわ。ってことは、あそこの人たち結構狙われんな。現地のありふりはどうなってんだ。ん？ここにはまだ別に誰も来てないよね。お、いきなりやっぱ来たか。これね、今ちょっとひささくだとね、死亡する恐れがあるからな。ほら、デミトリーがちょっとやばい。一応どうしよう。あ、黒ムルキなんかいけるな。6000か、全然余裕だ。雑魚的には強くないっすね。それがせめてもの救いだ。うおー、気絶して死んだ。うおー、気絶した。やばい。ここベガ、追い詰めたぜ。落とし前つけてもらおうか。小賢しい者どもめ、どこまでも私の邪魔をするか。なんじゃこの力は。サイコパワーがえらいことになっとる。おい、周りにいるのはザ・ワールドの例のやつじゃねえか。アイダか。
でがこいつらをどうしてお前が。サイコドライブによって増幅されたサイコパワー、その力は次元すら操るのだ。異世界への扉を開ける、そんなことが。そうか、それがシャドルの目的か。オーマなどの手を借りずとも次元を、時空を超えてあらゆる世界を支配する、そのための力を生み出すもの、それがサイコドライブなのだ。このタワーの中にあるやつじゃな、前から目をつけていたのかの。異世界につながる神室町アンダーグラウンド、そして人の気が正気のように立ち込める町、ここはサイコドライブを育てるにはうってつけの場所よ。ベガ、てめえ、神室町にゾンビをばらまいたのはこの町から人を追い出すためやな。そのためだけにやったんか。ふんふんふん、ウイルス兵器タナトスは役に立った。ここまで時間を稼げたのだからな。そしてリュウ、今貴様がここに来たのも好都合だ。何？兄弟となったサイコパワーを制御するために貴様の力は興味深い。より強い力、より良い代替ボディ、ふんふんふん、この町は素晴らしい。調子に乗り上がって。分かっとらんのベガ、この町が素晴らしいやて。何？ここにはな、あらゆるもんがあるんや。人間の綺麗さも汚さも強さも弱さも、当然おもろさも怖さもや。何が言いたい、ヤクザ風情が。この町のことを何も知らねえ小悪党ごときが調子に乗りすぎたってことだ。貴様、そういうわけや。シャドルの総帥班、ここらでつけてもらうで。俺たちの神室町へのけじめよな。宝箱、え、この二人で戦うのか。いや、キリュウマジマン組を鍛えておいてよかったというところか。とりあえず上の宝箱を取りつつ敵をおびき寄せよう。今ちょっと右の舞台がやばいからな。左上がなくなったからって言っても宝箱は取りに行かないといけないから、チュンリーで行くか。そうすると裁判。なるほど君、しっかりね。マヨちゃん、合わせて。せーの。いきなり。解散。おらおら。くっとれ。パワー展開。これいけるっしょ。二発当たるっけ。おお、危ねえ危ねえ。三発か。なんか勝っちゃったよ、マヨちゃん。そうだ。こっちだよな。まずちょっと状態異常と死んでるやつを。蘇らせよう。あ、しまった、復活の薬の方使っちゃった。もったいない。これ以降ちょっと死亡者も出そうだしな。そうするとあれだよな、全体攻撃を使った方が良さそうだから、揚げパフェを1個使おう。で、ファイヤーエンブレムの2体か、厳しいな。いいですよ。こいつもなんだかんだででも4体だな。ちょっとザコを中心に巻き込むか。1、2、全然ザコじゃないし。ま、いいや。さあ、全員で楽しみましょう。始まったばかり。ミッドナイト。弱そう。また遊んで。て超弱え。泣けるぜ。本当泣けるぜ。ザコを倒すか、それとも厳しいな、トライエッジを倒すか。倒せないけど。戦力的に厳しいな、ここ。ネメシスは、こっちに来んの。カイトの方に行けよ。こいつ、起きた、こいつはこっちに来たな。4万7千か。私たちに任せて。これ
で解決だ。うん、決めようよ。コランシュ、よし、一層雨返し。コランシュ、面倒なやつを残しちゃったかも。100はないな。でもうわ、9700か、本気だな。4700か、あとヒットポイントか。フェリシアザヘルパー、ケマイケマイケマイ。それでは地獄の効果よ、ファニーガール。倒せねえしよう、マジかよ。これやばい、あーやばい。うわー、やられたかー。最後に5000ダメージを与えて去ってきた。クロム、ユキナもちょっとやべえよなデロリマ。結構ごつい声出すな。確実に行くか。大きくなります、すごく。倒せない。もうこれで一緒死んだか。宝箱を開けて、よし、白い自己成長型 AI。 お、なんか経験値が増えそうな気がするな、名前からして。え、6万もあんのかよ。マジか。気絶しねえかな。めっちゃ外してるし。うおー、いい。始めるよ。まあこいつちょっと宝箱取りに行こう。分かった、行くで。次、ブロック外しを使って、先生、堂々と勝負だ。もう先生、そいつらたちに任せなよ。チェーンソーで外れるっしょ。よしよしよし、そんな、この技で決着だ。裏方技だ。もう一度基礎練習。これは結構長期戦になりそうだな。俺はここだ。まず確実、ちょっと待って、よみがえらせる必要あるか。こっちに一旦おびき寄せよ、カイト長谷尾組の方に。あ、でもな、動きたいっちゃ動きたいけどな。まあいいや、ちょっと一旦待とう。でこいつらがちょっと左に行った瞬間蘇らせて後ろを取る。よし、この作戦で行こう。腕を待ちに待ったチャンス。お願い、お願い、吹っ飛ばしたって。オラオラオラ、今こそ発想を逆転させる。逃げよ、押し尽くす。吹っ飛ぶ。980はちょっとね、やっぱもったいないよな。これはこのままでいいや。あと宝箱こっち取んないといけないかんね。どうする、マジで。まず防御だな。13万か。お、来た来た来た。一応目論見通りではある。てか反撃ができない。しっかりと射程外から来るな。うおー、しかも気絶したし。
ん？なんか回復しなかった今。待ってはいられない。いけんぞや。へ、待たせたな。待たせたな。これで倒したな。とりあえずようやく一体。ふう、いつまで戦わなきゃいけねえんだ。ほんとだよ。巻き込もう。こいつらだったらちょっとそこそこいけるでしょう。1万は当たってほしいな。手応えはあったんだけど。9000、まあまあ1万でね許容できる。蘇生のあれがまた減ってきたな。チョコレート食べよう。でこいつは後ろから狙って、その後もう宝箱取りに行っちゃおう。地獄に行こうかよ。あ、ロックあったの忘れてた。まあいいや。30レベル。そうね、ガードキャンプ。もうダメだ。本当は派遣したいけどな。宝箱がやっぱり最優先だからな。マジで悩むな。とりあえず後ろから取れるときに取っておこう。皆さん張り切っていきましょう。ガストフラッチ、みんなお手伝いありがとう。まあ普通の攻撃でだいぶ当たったな。訓練を積んでおけば。よし。死んだ、また。ひでえ。カウンターカウンターが発動するんだね。え、何？あ、気絶してんのね。あと、こいつなんかになってんな。封印か。俺たちだな。横から突っつくか。ネメシスも13万のか。うわぁ、カウンターやっぱりなぁ。厳しいよなぁ。痛い。普通の攻撃をしてきたんだけど。65% だから、まあいいや。こいつは反撃できないっていうのがほんと痛いな。このさ、上の二人さ、死んだらどうすんだろう。クリアできなくなるじゃん。間合いを詰めるぞ。で、その復活薬もなくなったら。自慢ってやつか。こっちに来るか。110%。 2万2000死ぬ恐れはあるな。今ちょっと復活薬が少ないからな。どこ行くんだ。敵のさ、ヒットポイントがだいぶ減ってくるとさ、よくわかんない行動に出るからな。一気にブロックを外す。紋章の力受けるがよい。サンデルタいただき。ならばこれでもクレール剣。まだいいや。超級レッパー。微妙に倒せない。これさ、毎回毎回さ、キリュウちゃんで倒してたらさ、レベルの上がりが。これ右を回収してから左に行く。いや、ちょっとどっちにしても変わんねえわ。どういう状態だ。封印か。横からだな。どう。でジェネシスで外そう。まずは出鼻をくじかないと。ここだ。電撃。足を止める。いい意志だ。
距離なら外しようがないぜ。行け。シール解除するわ。だからちょっと片付けときたい。よし、片付いたな。オーケー。で、こっち死んでる。よみがらせよう。すげえ使ったな。後ろ取れるな。勝利のために進みましょう。アチャンバートブラスター。わが押しつぶします。ごめんなさい、すいません。僕を見ている。で終わりだ。7600だったら多分殺せると思うんだよね。横から援護入れてつうわどういうことだよ、もうマジで。あ、しまった、援護入れらんねえや、これだと。いや、でも大丈夫っしょ。え、いけるか、ちょっと援護入れとこう。あ、すげえ、危ねえ危ねえ。きれい、2レベルアップ。おお、ザ・ワールドに戻りな、トライエッジ。ハセオ、この場で決着をつけるんじゃないのかい。こいつには聞かなきゃならないことがある。愛だとは何か、こいつが誰か。だが、それはあくまでネットの中で片付けるべきことさ。リアルはリアルでやらなきゃならないことがある。ハセオ。ザ・ワールドで待ってろ、トライエッジ。必ず追い詰めてやる。じゃあね。ハセオ、なんか変わったね。大人になった？年下が生意気言ってんじゃねえよ。よし。あ、もしや逆攻撃しちゃった？見ちゃいられないぜ。絡み崩しずるで。今は心のまま戦う。次へ。射線。こんなんだ。満潮中。こいつを。開封者。これいくつだったんだ、こいつらの技。あーでも2万くらいは当たるな。殴る価値があるやつ。後ろ？これ、じゃあこっちか。あ、どっちだ？これ横。これどっち向いてんのこいつ。まあいっか。バックアタック、不意打ち、これだな。思い切っていこうよ。負けない。今だ、突きつけ。皆さんご一緒に。解散。終わりだ。硬いな、本当にこいつは。面倒なやつを残しちゃったか。60% 反撃しよう。反撃で倒す。僕なりにやってみるだけだ。一か八か。進むしかないもんね。バイバイ。いくつ？1万くらい？気にしない。1万だね、ちょうど。ベガは動かないのか。あれ超めんどくさいんだけど、何なの本当に。容赦はしねえ。22,000か。意外にあるな。これがハズキ流だ。最悪必殺技を使う必要がありそうだ。3,060当たった。いやでも7000もね、当たりないよね。当たったギリギリだな。相変わらずだな、真島の兄さん。で、ちょっと少し一掃するか。ほいっと、まとめていくぞ。当たれ。長期戦になるとまずいな。宝箱要員や
ってやるぜ。ちょっと雑魚敵を先に倒そう。待ちに待ったチャンス。待った。負けない。リアルでもネットでも。でこいつと復活させ、何回復活させてんだ。パワーは半分でいいか。で下のあいつを倒しに行こう。ちょっとめんどくさいことになる。でこの間ちょっと残しとこう、宝箱を回収するために。ベガ動かないね。17000チョコレート食うか。やっぱりいっぱいあるし。勝負だ。分かったわ。チュンリーってそうだよな、ないもんな。ん？完全ボギーする。応戦しない。6000か。それでも結構食らうな。反撃で仕留める。こいつ違います。これなら届く。当たれ。訓練中どうしても壁に穴を開けてし。お、攻撃してこない。なんだ、攻撃をすると何か言ってくるのかな。ふんふんふん、無駄だそんな攻撃みたいな。始めるよ。ようやくこれが取れた。使えんの？バチシマーかよくわからん。あと上のところも取りに行かないといけないし。さあ落とすな。横から行くか。なんかあるかな。いいの。スクラッチ EP ダメージ、これいいな。ちょっと使おう。クロスブレイク崩しってなんだ、分かんないけど使っとこう。使えるもんは何でも使う。これも光栄の仕事だな。ここだ。電撃しない。すごいな。これで終わりだ。よく眠りなよ。とどめだ。終わっていないわ。油断しないで。おお、始めるよ。いいね。なるほどくん、しっかりね。来ているか。攻撃を集中させるぞ。いっそや。勝利だ。今こそ発想を逆転させる。後ろからやってこれだもんな。面倒なやつを残しちゃった。ベガをつっつくか。そうすると12万か。ブロックはある。この辺りで勘弁してやろうぞ。ん？なんだ？特に反撃をしてこないな。死ぬがいい。お、来るか。2万1000。6%。なんと呼ばれて飛び出て。俺は悪しい。本性の力受けるがよい。どうせなら使うっしょ。お、消えてきた。この辺りで勘弁してや。こいつらの機動力からして絶対後ろはもう取れないからな。クリティカルダメージ35、バックアタックが50か。バックアタックじゃないかな。ブロック向こうつけとこう。これもなんかやっとこう。なんとなくブロックは向こうになってるからもうそのままガンガン攻めよう。大技で崩しに行く。俺の手で切り開く。こいつを全力で叩き込む。そこなんで。こいつを嫌いな。
いやー、これなんかベガ復活してきそうだな。サイコドライブの力はこんなものではない、チャージが終わったみたいな。ほら、無謀と勇気を吐き違えた愚か者が。ベガ、お前がやったこと落とし前はつけさせてもらうぜ。残念なお知らせじゃが、お主は不要なのじゃ。世の中的にサイコドライブさえ完全なものになれば、貴様らごとき。ああ、そう簡単に思い通りに行くと思うやないで。ベガ、王の鏡は悪党が持つべきものじゃない。身の程知らずどもは、サイコドライブがある限りこのベガは無敵だ。ああ、そいつごと吹き飛ばしてやるぜ。ああ、ここで終わりだ。ベガ、化け物退治だ。リュウ、行くぞ。おう、剣、今だ。竜巻旋風脚、総流剣もらった。おお、波動拳、岩から。この私が、いや、普通に死んでた。終わったか。イングリッド、奴のサイコパワーがどうなったかわかるか。ベガがパワーの中継地点になっていたようじゃな。奴が倒れたことによって放出はなくなったようじゃ。ザ・ワールドへの道も閉ざされたの。ふう、よかった。サイコドライブは地下にあるんだったよな。よし、全部片付いたらサイコドライブをぶっ壊して取られたものを取り返そうぜ。せやな、屋上に残った敵はおるんか。全部いてこましたら下に戻るで。いや、一応ちゃんと取っといてあるんだよ。宝箱が最優先だからね。ここも取りに行かないといけないかな。これはもう完全チュンリーだな。めんどくさ。めんどくさいよ、本当に。これ一で上の方。後ろからだな、行けるときに。で、ジェネシスかけて。結局はこいつに頼るわけか。ファイヤー、キル排除するわ。回転、ひとめ。なんてこった、薬味だな。ネックツイスト、大丈夫だ。で、横からさらっと75つけるか。ブロック向こうもつけよう。わかりましたよ。って言っても、なるほど先生、一瞬でブロック外せるから意味なかったな。なるほど、なんか前もやった気がするな、そういうの。他人にかけるのが正解なんだな。これで解決だ。うん、決めようよ。逃げよう。よーし。おー、ぼっか。あとはこのビル内にある POW の量産施設を破壊すれば。ああ、今度こそ本当の終わりだ。ようやく追い回されずに済むわね。じゃあちょっと宝箱を回収していきましょう。よし、全部取りましたので、最後はじゃあ龍剣で決めますか。なんかいいのあるかな。特に勝負だ。ヒットポイントも少ないんで、一気に必殺技で決めちゃいましょう。最後の最後、畳みかける。とっておきだぜ。フレン旋風拳、リュウ、決めろ。燃えろ、そこだ。今すべてをかける。熱魔導拳、勝って当然。それが剣マスターズさ。格闘家はどこまで強くなればいい。よーし、ちょっと苦戦したけど、まあなんとかなりましたね。屋上はもう大丈夫みたいだ。すぐに降りよう。どないなっとんじゃ、下は。全滅しとらんやろな。かなり危なかった。何回も死んだかんな。みんな、無事か？サイコパワーが消えた。うまくやったようだな。
ああ、なんとかな。逮捕したかったけど、まあよしとするわ。お疲れ様。いや、気を抜くのは早いぜ。すべてが終わったわけじゃない。サイコドライブはミレニアムタワーの地下にあるらしい。そいつを破壊するまではな。こうやって見るとそこそこ人数はいるよね。まあ3人1組だからな。終わったか。リョウ、イングリッド、サイコドライブは？ああ、見てきた。地下にそれらしい機械があったよ。わしらの大事なものもの、まったく。ようやっと取り戻せたのじゃ。BOW の培養装置や調整用の機材も多数持ち込まれていたな。とりあえず全て機能停止にしておいたわ。後始末はシンダや ICPO に任せましょう。そうね、ベガが倒れサイコドライブも停止した今、私たちがやるべきことは一つよ。うん、渋谷だね。急いで行かなきゃ。博士に電話をしておいたから、そろそろ来てくれると思うけど。これ絶対さ、大型免許必要でしょ。お呼びであれば参上よ。即終わったのかしら。ああ、知らせた通りや。ミレニアムタワーはシャドルの拠点になっとったや。入り口は封鎖した。後のことは任せるぜ。あら、手際がいいこと。了解よ。後片付けはシンラが引き受けましょう。こっちは劇場前広場の呪いのマンホールを塞いでおいたから。すまない、またゾンビが這い出してきても困るからな。私たちが帰るときは開けてほしいけどね。終わった後のことはその時に考えよう。まだやるべきことは残っている。そうね、渋谷でもいろいろと起きているようよ。エネルギー反応があったのね。異常なオーマですね。彼らも何かを用意しているのでしょうか。そっちも止めるっきゃないっしょ。オーマとのけじめもそろそろつけないとさ。はい、というわけで、なんかベガがちょっとあっさりしてたかなっていう印象はありますけど、回復じゃなくて復活薬をだいぶ使っちゃいましたね。というところで第38話これで終了したいと思います。